こんにちは、吉谷さん。まあ今回はね、なんか昔話をしようかなと思いますね。まあ人生にパンクする人って感じで、まあ新しい空気を入れながら、こう、適正な気圧を入れて、車でも、自転車でも、バイクでも走るもんだと思うんですけども、人間にもね、ある程度の張りが必要なのかなっていうところだと思うんですよ。それこそ、空気を入れないと、情報を入れないと、美味しいもの食べないとしぼんじゃいますんでね。でやっぱりこう楽しいこととか嬉しいことっていうのもきちんと更新して取り込んでいかないと、やっぱり人間って感動に飽きてくるっていうかね、だんだんと当たり前になってきて、当たり前はもう不服になっちゃうんですよね。そういうことがあるかなということありますね。それでね、例のほらパパ活の商品、子育てのコンテンツ、いやおかげさまでね、なんか注文がドカドカっと入ってきましたよ。大したセールスはしてないんですけども、だからやっぱこう自分が体験したこととか学んだことって、やっぱ売れるんですよね。別に無料で発信してもいいんですけども、無料で発信する部分がありますけども、これについては有料ですよっていうふうに住み分けることによって、じゃあ有料のものをお願いしますとか、いやずっと久保さんの商品買おうと思ってたんですけども、商品がないんでずっと待ってましたみたいな方がいらっしゃったりとかね。それから子育ては終わったんだけども、久保さんの子育てとちょっと照らし合わせてみたいんで、考え方をすり合わせていきたいからよろしくお願いしますとか、様々あってですね、まあ、入金ももう始まっていて、まあ、振り込んでくださるんですよね。まあ下手したらこれ私掛け算の九九でも売れるんじゃないかなと思いますね。そう思ってみると、高校や、まあ、大学で学んだことなんてのは、大学の進学率を考えていけば、まあ、十分商品としては売れるなと。大学内の体験とかね、サークルのこととかね。いや、学校生活のことって、いろんな思い出すことが様々あると思いますけども、私もそうだし、吉谷さんもね、多分、学校の中で体験したことや、あったエピソードとか、これ多分商品化できるでしょうね、我々はね。大抵の人は、あの先生がどうこうとかね、修学旅行楽しかったとかね、学校意味ねえよって言って終わりなんですけども、いや、時間を使ったんなら全部金にしましょうっていう発想が私たちですね。はい、それでね、学校の話で、吉谷さんはね、タバコスパーってやったかもしれませんけども、私の場合はね、あんまりね、表立って、挑戦的なことはしなかったんですよ、実は。私がまあ、やったのは、もう本当当時はね、北斗の拳とかね、好きだったんで、とにかくこの暴力沙汰をよく起こしてましたよね。そのなんていうんですかね、こんな見てんじゃねえよみたいな始まるわけですよ、結局。でも当時私たちが使ってた、そのいわゆるね、グレたやつの使ってるセリフっていうのは全部漫画からの抜粋で、なんか演劇みたいなやつでしたね。だから格好もコスプレでしょ、要するに映画とか漫画の真似、セリフもそのままそっくり真似、お前どこのもんだとか言ってからね、ヤクザじゃないんだから、中学生が中学生に出会って、お前どこのもんだとか言ってね、いや同じ学校だろみたいなね、3組だよとか言ってからね、なんか急になんか笑っちゃうんですけども、そうやってまあ因縁のつけ方もちゃんと勉強したりするんですよね。面白いですよね。でね、私のね、自慢のエピソードは修学旅行、高校生の時の高校の修学旅行で、やっぱね、肩がぶつかったとか足踏んだみたいなことになるわけですよ。で、他校の修学旅行中の生徒と揉めるんですけども、そしたらね、喧嘩だ喧嘩だってなってくるんですよ。まあ、出入りって言ってたんですけども、出入りが始まったぞというわけですよ。そしたらみんなしてお土産物屋さんで木刀を買っていくんですよ。そしたらあっという間にね、木刀が売り切れて、私なんてちょっと遅れたんで、木刀ないわけですよ、脇差しとか。で、どうしたかっていうと、せめてね、孫の手を買ってきて、孫の手でオラーとか言ってくる。参加したということでございます。ま私のその恥ずかしいエピソードっていうのはそのぐらいですかね。修学旅行の思い出っていうのは、あとはね、特にこれといって思い出がないんですよね。学校には行っていたんですけども、ただ授業に参加したりとかね、みんなと一緒に何かしたってことがあんまりなくって、なんかそっぽを向くのがかっこいいとかね、孤独を愛してましたからね。ちょっと今ではちょっと後悔しますね。やっぱりこう中学とか高校の時に、なんか好きな子の話題で盛り上がったりね、告白大会をしてみたりとかね、なんか弁当を早弁してみたりとかね、なんかいろいろできることあったんじゃないかなと思いますけども、何もなかったと。かといって部活に打ち込んだわけじゃないし、勉学に勤しんだわけじゃないし、
とにかくみんながやること、大多数がやることとは反面に回ってきたというね、ただ理由もなく、そうやって突っ張っていたかなっていったことでございます。それがね、私の思い出ですね。で、具体的に何をやったかあんまり思い出せないんですよ。なんか知んないけども、なんかやったはずなんだけども、何やったかなみたいなね。そんな感じでしたね。でも、ここ8年のことは、どの1日をとっても、思い入れが深いですね。日々、お金に向き合って、日々、悩みの解決に向き合って、日々、未来を見据えてみたいな。本当になんか真剣に、1秒ずつ生きてきて、だからどの1秒も濃いなと思いますね。まあ、吉田さんも同じだと思いますけど、まあ、これほどまでね、人生とか時間を過ごしてる人は他にいないと思えるぐらいですね。でももうね、言葉悪いんですけども、ちんたら生きてるというふうに思っちゃうんで、ついつい思っちゃうんで、あんまり人のことは意識しないようにしておりますね。皆さんには皆さんのペースがあるし、何もみんながね、こうやって自由を謳歌する億万長者にならなくてもいいわけですよ。希望する人の中で一部そういう風になる人がいるっていうことでしょう。でしょう。まあ、パソコンが得意になれば儲かる。パソコンが得意だけども儲からない人もいる。パソコンができなければあんまり儲からない。三択かなと思いますけども、いかがですかね。やっぱりパソコン得意でも、なんかしないけど割の悪い仕事ずっとやっちゃうってことはありますからね。クチ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 、ターンみたいなね。ターンみたいな。エンターボタンを押すときにこうやって手を上げる人がいるみたいですけど、私は見たことありません。吉田さんやってないでしょうね。ブラインドタッチして、チュ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 、ターン。ね、マストでお願いします。みたいな。マストでお願いします。面白いですね。まあ、集団行動万歳。いってらっしゃい。